健一です。動画のご視聴ありがとうございます。ただいまの時刻1時11分ですね。これからですね、北陸の方に向かって走っていこうと思います。目的は北陸でお昼ご飯を食べることです。まずはですね、多分もう下道で行くと6時間コースっていう感じなので、途中高速道路を使いながら行こうと思っているんですけども、とりあえずはガソリンを入れて、それからですね、とにかくガソリンをまずは入れに行こうと思います。あ、ガソリンを入れましたので、とりあえず高速道路に乗って行こうと思います。今回能登にお昼ご飯を食べに行くことっていう感じで、まあ、能登の方に行くんですけども、なんでわざわざ能登まで行くのかっていうとですね、絶メシロードっていうテレビ番組なんですかね、ドラマがあったみたいなんですけども、ちょうど僕がそれをですね、 Unext っていうあの VOD のサービスですよね、ビデオオンデマンドのサービスで、そのドラマに出会ってですね、ずっと見てめちゃくちゃ面白くてずっと見続けてたんですけども、その中でもですね、その能登のロードパーク目の浦っていう場所があるんですけど、そこの回がですね、めちゃくちゃヒットしてですね、僕の中で。で、どうしても目の浦に行って紹介されてた能登ラーメンと海鮮丼でしたかね、それを食べたいっていうことで、もう我慢ができなかったんですね。で、まあ、混雑する時を避けて、できるだけ人の少ない時間帯にお店の方に行かせてもらって、美味しいご飯をいただくということで、能登の方にお昼ご飯を食べに行くことにします。朝早い時間に S6 さんに乗っていますので、この時間だったらですね、気温も低く快適に高速道路を走ることができます。ただ、室内が騒がしいのは仕方がありません。名神高速道路走ってますけど、この時間帯走るの本当久しぶりですね。この時間は空いてて快適に走ることができます。いつもは冬場にスキーに行くときにこの時間帯に走るみたいな感じが多かったので、なんか夏場にこの時間帯夜のドライブするのちょっと新鮮ですね。時間帯を変えてドライブするっていうのもたまには悪くないです。では京都東で降りてみようと思います。京都東インターチェンジを降りた後はですね、琵琶湖の西側ですね、湖西側を北に向かって走っていきます。高速道路を走っている時に得た情報なんですけども、北陸自動車道の木之本あたりからですね、福井の方にかけて通行止めになってるんですね。そして国道8号線一般道の方もですね、通行規制が行われているっていうことで、この先進めるのかがちょっと不安です。右側にはもちろん琵琶湖がありますけども、ね、もう少し行ったら白髭神社というところまで来ております。ここで時間は2時41分です。ちょうどこの右手にぐらいですね、鳥居が見えてるはずです。あ、見えてる見えてる、多分カメラでは映らないぐらいです。今は滋賀県の牧野というところを走っておりますが、気温が21度、めちゃくちゃ涼しいです。もう若い時はそうでもなかったですけど、年取ってくるともう夜がね、辛くて辛くて、夜が辛いっていうのは本当に見えなくって、なんか福井県敦賀市入りました。S6 さんの場合は特に前光が低かったりっていうのがあるので、ハイビームにしてもですね、照らされる空間が低い位置から照らされるっていう感じなので、ミニバンと比べるとすごく見にくいかなっていう感じはしますよね。それにプラスしてですね、自分の目の能力が落ちてきてるっていうのがかなり大きいのかなと思います。しばらく走ってきまして、まあ4時23分です。休憩せずにここまでやってきております。今福井市に入りました。福井県の福井市ですね。なんとか国道8号線片側通行の場所はありましたが、こっちの方までやってくることはできました。ただ帰りが混雑するかもしれないですね。で、
港って結構渋滞呼びますもんね。で周りの周辺道路がですね、まあ、結構通行止めになってるんですよね。本当は高速道路を使うつもりだったんですよね、敦賀あたりから。でも敦賀から今城っていうところまでが通行止めになってて、これうるさいっすよね。敦賀から今城というところまでが通行止めになっていて、残念ながらですね、今城から乗ろうと思ったら今城に4時までに着くことできなくって、もう全然違うじゃないですか高速台。しゃあないからちょっと下道で行くことにしております。北陸自動車道の金津とかでいうところですね、金津というところでちょっと乗っていこうと思います。家を出て今4時間ぐらいなんですけど、まだ一度も休憩してないんですよね。ということでちょっと高速道路の最初のパーキングエリアで休憩をすることにします。ようやく空が白み始めてきました。このタイミングでですね、休憩をしてここでですねちょっと休もうと思います。北陸自動車道天御前サービスエリアです。とりあえずですね、全然トイレに行っていなかったのでここでトイレ休憩に行きます。夜中だったらからなのか、飲み物を取ってないからなのか、4時間ぐらいトイレに行かなくても今回は平気でしたね。そして水分補給をしておきます。エリアにいておりますが、ちょっと眠たくなってきたのでちょっと休憩します。今回はですね、暑くても大丈夫なポータブルバッテリー扇風機を積んでおりました。2時間ほど横になりまして、今からですねまた能登に向けてスタートしていきます。狭い S63 ではあるんですけども、まあ、頑張って椅子を前に出してですね、背もたれをしっかりと後ろに倒してあげれば、慣れれば寝ることができます。まあ、慣れればというか、もう疲れていて眠たければですね、どんな場所でも寝ることができます。朝の涼しい時間帯だったのですごく気持ちよく眠ることができました。もうちょっと寝たかったぐらいでした。でも早く行かないとですね、たどり着くことができませんので、能登の方に走っていきましょう。この先白山インターチェンジで降りるつもりでいますので、その前にですねパーキングエリアに寄っておきます。徳光パーキングエリアです。北陸自動車道のこの辺りは海沿いを走っていますので、パーキングエリアに入るとですねすぐに海が見えるという感じです。こういうパーキングエリアって僕はここが初めてなんじゃないかなと思います。なんかね、あそこにラブっていう書いてあるんですけども、なんで書いてあるのかは分かりません。まあ、展望台みたいなのも用意してあってですね、2階に上がっても同じような景色が見えます。まあ、ちょうどですね日本海側に夕日が沈むということで、この辺りに夕日が沈みますよっていう案内がされています。朝のこの時間帯に来るよりも夕方に来た方がすごく綺麗なんだと思います。
白山のインターチェンジを降りて、そこからは金沢市内を走っています。朝の通勤の時間帯ということもありまして、かなり車が混んでいますね。ちょうどよく反対車線を走っていますので、流れている道路を通れてラッキーです。金沢港の前を通ると左手には貨物船が見えてます。金沢から能登の方に行くのにすごくいい道があって、それが能登里山街道という道ですね。無料で通れる自動車専用道路みたいな感じになっていますので、そちらの方から能登の方を目指していきます。海沿いのすごく気持ちいい道が走れるはずです。たまりませんな。めっちゃ綺麗やん。めちゃくそ綺麗やん。能登のこの辺りには千里浜海岸というところがありまして、そこはですね、千里浜渚ドライブウェイといって、海岸線沿いを車で走ることができるんですよね。ただこの日はちょっと波が高くて行けないということだったんですけど、一応千里浜で降りてみてちょっと確認するとですね、しっかり通行止めになっていました。天気はすごくよく晴れていたので走れるかなと思ったんですけども、もう波の高さはやっぱり別ですよね。まあ仕方がないので今回はですね、スルーしてまた次回の楽しみということで先に進んでいきます。能登里山街道は能登里山空港までですね、ずっと伸びているんですけども、結構能登半島の北の方までこの道路が伸びていて、すごくアクセスがいいんですけども、目的地はですね、ちょっと外れたところにありますので、途中で能登里山街道を外れて、そして海沿いの方に向かってですね、また走っていきます。
ガンマンという場所があるんですけども、そっちの方に抜けていく道ですね、まさしくこの場所にですね、ロードパーク目の裏があります。ついに到着です。実際はですね、このままガンマンに抜けて走っていってるんですけども、その様子はですね、次回の動画でお届けします。わかめとかめっちゃ新鮮ですよね。こんなに美味しいわかめとか食べたことないかもって。あ、そうなんですね。全然違うと思います。そうですね、ここまで来てよかったです。あ、わかります。ということで、年間の絶飯を食べることができました。いや、本当に美味しかったですね。海鮮丼の魚介類は本当に新鮮ですし、あの海鮮丼はですね、本当に美味しかったです。そして能登ラーメンですよね。能登ラーメンの方はですね、テレビで何回も紹介されているらしいんですけども、で、新鮮なわかめにカニにイカですよね、が乗っててですね、そしてスープはすごく優しい味でした。めちゃくちゃ美味しかったです。テレビで紹介されているからというわけではないんですけども、また今まで食べてきたラーメンとは違うラーメンの味を楽しむことが僕はですねできたので、ここまで来て本当に良かったなと思います。もうこれはですね、また行くのは確実だなっていう感じです。絶飯ロードを見てる方だったらわかると思うんですけども、本当にあのセリフ通りですよ。美味しかったです、また来ますって言いますよね。本当に美味しかったです。そしてですね、絶飯フォーエバーと叫びたく本当になりました。ということで、今回の動画は大阪から能登の方にですね、ロードパーク目の裏の海鮮丼と能登ラーメンを食べに来ました。またですね、次回は能登の観光をもう少ししてますので、そちらの動画をお送りします。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。